これで大丈夫ですかね。はい、これで OK ですね。はい、それではですね、延長しますね。延長。それから、エコーしましょう。はい、これで OK です。エコー延長しました。それでは行きましょそれでは OK。よいしょ。では。では大丈夫。今日の御言葉。7月25日火曜日、私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。ホセア2の、これ20ですね。22じゃなくて20。Then you will truly know who I am. Then you will know, you will truly know who I am. 私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。ホセアというところですね。はい。ホセア。ところですね。ごめんなさい。それでは行きましょう。今日もちょっと暑い感じですね。どこに行ったらいいですか。夏休みに入って、ね、ちょっと、人気が少なくて、逆にちょっと放送しやすいかもしれません。にゃこさん、おはようございます。おはようございます。それでは、今日はどこに行ったらいいでしょう。まあ、方向としては、こっち、こっち、3箇所あるわけですけど。いつもこう、聖霊様に導かれながら、どっちに行ったらいいのか、いつも導かれます。まあ、できれば静かなところに行きたいと。静かなところに行きたいということがあります。行ったところがないところに行っておくし、もうほとんど行ったところがないところはほとんどないですね。ほとんど出ます。にゃこさん、おはようございます。はい。ちょっともう一度アナウンスをします。ですね。今週の金土、金土6時から、やってしまいました。
今週の金土は6時から、夏祭り対抗外配信をする予定です。そして、そのニコ玉のレベルが落ちまして延長ができなくなりましたので、チャンネルでやります。チャンネルでやります。はい、土曜日にですね、まあ、予算が、来る予定です。はい、まあ、どういう放送になるか分かりませんが、聖様に委ねて、聖様のご計画の中で歩めると思います。座りたいと思います。あ、ちょっとむくげが綺麗な、ちょっとむくげがあるので、ちょっとお見せしましょう。これですね、冬が咲き始めました。ちょっと変わった種類の木毛ですね。少し形が変わっています。ムクゲというのはですね、まあ、朝顔と同じで、その日に一回咲いて終わりですね。その日に咲いて終わり。まあ、何日も持つ花もありますけども、ランという花がありますけど、ランという花はですね、まあ、1ヶ月ぐらい咲いてるんですよね。すごく長く咲く花です。はい、菊池さん、おはようございます。菊池さん、おはようございます。しかし、このムクゲとか、それから、黒くなっちゃう。なんか暗くなっちゃうんですね。ムクゲとかランというのは、長く、あ、ごめんなさい、ムクゲは1日で終わっちゃいますけど、ランはですね、1ヶ月ぐらい長く咲きます。菊池さん、花の中でムクゲが一番好きです。そうですか。周りの様子、お見せしましょうね。ここ、いよいよ、なんか、コンクリートになってしまいましたね。それでは今日の御言葉行きましょう。今日の御言葉、今日の御言葉はですね、ホセア、ホセア2章の20章、あ、2章の20節、その新しい契約をするということですけど、これは実はイエス様との契約のことなんですね。イエス様との契約、それは、聖餐式、礼拝の時聖餐式をしますが、それは、その
礼拝の時に聖餐式をします。そして、パンと、ブドウジュースですけども、パンとブドウジュースを、飲んで食べますが、それはですね、契約の、印なんですね。契約なんです。そしてそれは、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって罪が許される、罪が許されるという契約なんです。そして主を知ろうという、ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。そして主を知ろうというのはどういうことかというと、イエス・キリストを信じることに、イエス様を信じることに、聖霊を受けます。聖霊を受けます。そしてその聖霊を受けるということが、聖霊を受けるということが、その主を知るということなんですね。主を知る。聖霊が私たちの中に入って、聖霊様が私たちの中に入ると、それは主を知るということになります。ぜひ皆さん、今日ですね、ケネス・イ・ヘイガン、ケネス・イ・ヘイガンという、もう多分亡くなっている方だと思うんですが、カリスマ派の、なんて言うんでしょうかね、初期の方と言ったらいいかな、カリスマ派の初期の方なんですけど、ケネス・イ・ヘイガンという方の、自国に行ってきた証をちょっと読んでましたけど、彼は15歳の時にですね、心臓病で心臓が悪かったんですね。ちょっと持ってくればよかったですね。ちょっと読めばよかったですけど、心臓が止まっちゃうんですね。で、心臓が、止まってですね、足の指から感覚がなくなって、そして足首、そして足、腰、そういうふうにだん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 、感覚が麻痺して死んでいくんですけど、その死んだ時、彼はその暗黒の世界にこう落ちていくんですね。こういう、暗い世界にこう落ち込んでいくという。そしてその時ですね、闇がだんだん濃くなってくる。闇ってありますよね。闇がどんどん濃くなってきて、で、そこに落ち込んでいく。落ちてってですね。そして、どん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 暗闇の中に落ち込んでいきます。そして、そこに着いた時に、何かですね、悪いものがこう掴んでくるような、そういうですね、地獄を体験するんです。で、地獄を体験するんですが、しかし、イエス様らしい方、イエス様らしい方によって、もう一度生き返るんですね。生き返って、そうするとですね、自分がですね、その自分のベッドで寝てるとこがあって、そのベッドの寝てる自分の体の中にまたスーッと入るらしいんですね。そうすると生き返るんですよ。生き返って、そしてまたそばにいたおばあちゃんとちょっと話をするんですが、しかしまた心臓が止まってですね、また体から出て、またその暗闇の中にまたずーんと落ちていくんです。で、それを3回繰り返すんですよ。ケネス・イ・ヘイガンはですね、3回要するに心臓がね、動いたり止まったりして、3回地獄に落ちるんです。そして3回目の時にですね、3回目の時にイエス様、そのケネスという人は、
クリスチャンだったんですけど、まだボーンアゲインしていない、つまり本当に、生まれ変わっていないクリスチャンだったので、3回目にこう地獄に落ちるときに、イエス様ごめんなさい、私の罪を許してください、私の罪を許してくださいと言うんですね。そうするとですね、もう一度地獄からこう上がってくるんですよ。地獄から上がってきて、そしてまたなんか今度は口から入ったとか、その自分の死んでる死体の口から自分が入って、そしてまた生き返るんだそうです。そして生き返ってですね、本当にボーンアゲンして、ボーンアゲンして本当のクリスチャンになったという話なんです。そしてそのケネス・ヘーガンは、伝道師になります、伝道師でラジオで伝道するようになるんですね。そして、そのケネスの、ケネスの、家にですね、時々桃園の親戚のおばさんが桃園の親戚のおばさんが時々来るそうですが、そのおばさんは、信仰を否定して、地獄なんかない、地獄なんかない、クリスチャンはみんな、偽善者だ、クリスチャンはみんな偽善者で、説教者はもう本当にとんでもない詐欺師だとかいうおばさんがいるんです。そのおばさんはアンチキリストだったんですね。アンチキリストだったんです。でも そしてそのケネス・ヘーガンがですね、だいぶ経ってからそのおばさんにもう一度会うんです。そしてその時、そのおばさんと会った時ですね、おばさんはもう死ぬ直前で、そしてそのおばさんはですね、暗い、そのケネスにですね、地獄なんかないって言って、地獄なんかないって言って、暗いと言ってですね、おばさんはなんかこう死んでいくときに、暗黒を感じ死んでったそうです。で、そのケネスは3回地獄に行きましたから、そのおばさんが、イエス様を信じないで、ある意味でイエス様を呪って死んでいく様子を見て、本当に、おばさんが地獄に落ちていくところを聞くにしたそうですけど、その時に伝道したかどうかちょっと分かりません。伝道しても信じなかったのかもしれません。ケネスはですね、本当にイエス・キリストを信じなければ、地獄に落ちるということを自分で体験しました。皆さん、多くの人はですね、死ぬとき、暗黒の中に落ち込んでいくんです。暗黒の中に落ち込んで、奈落の底に落ちていきます。ぜひ皆さん、本当に天国と地獄があるんですね。本当に天国と地獄があります。私はですね、地獄の声を聞いたことがあります。ある集会に出てるときですね、叫びのような地獄の声を聞きました。本当に恐ろしい声。多くの人がですね、もう叫んでいる世界。多くの人がですね、苦しんで、おとといぐらいもちょっと言いましたけど、下水のような、その、臭い匂いのする熱いところで、暗くて熱くて臭い世界、暗くて熱くて臭い世界の中で永遠にいなければならないという、ぜひ皆さん
そういう地獄という、天国も地獄も本当にあるんです。天国と地獄も本当にあるんです。多くの人は自分の罪によって、自分の罪によって、地獄に行く運命だということなんです。多くの人はそれを知らないんですね。地獄に行く運命だということを知らないんです。ぜひ皆さん、皆さんはその地獄に行きたくない、地獄に行きたくないとぜひ、思ってほしいんです。地獄に行きたくない、そして、ぜひ、イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じる、罪を悔い改めて、イエス様ごめんなさい、自分勝手に生きてました、自分勝手に生きてました、あなたに気に従わないで生きてきました、許してくださいと心から悔い改めて、心から悔い改めならば地獄に行かないで天国に、その天国に行くことができます。ぜひ皆さんがその、地獄に落ちてほしくないのです。もう暗い本当に暗黒の世界に落ちてほしくないんですね。皆さんが一人でも救われてほしい、一人でも救われてほしいのです。本当に、天国に行った人、地獄に行った人の証言があるんです、ね。天国に行った人、地獄に行った人の証言があります。ぜひ皆さん、本当に皆さん深刻なんです。本当に死んでからでも遅いんです。死んでからでも遅いんです。泣いて歯ぎしりをすると書いてあります。皆さんが、地獄に行って、真っ暗な、もう本当に、こう、手に、なんかこう、自分の目の前も見えないような暗黒だそうです。こう、その、手をこう目の前に置いても、ちょっと見えないような暗黒さだそうです。そういう、もう本当の暗黒、本当の暗黒の中に落ち込む前に、ぜひ皆さん、光の世界に行けるんだ。この世界は、ね、皆さんこの世界は続かないことを知ってますよね。いつか人間は死ぬことを皆さん、それは当たり前ですよね。いつか死ぬ。その時にですね、もうこの世界にいなくなるわけです。この世界にいなくなるわけです。この世界は、どっちみち一時的なんですね。一時的で、ずっと生き続けることはできません。死んだらですね、もう、この世界は終わってしまうんです。あ、おはようございます。ですから、皆さん、天国か地獄、天国か地獄、皆さんぜひ、本当に、ケネス・ヘーガンはですね、もうこのことを大声で言いたいと、自分が地獄に3回行きましたから、ケネス・ヘーガンは地獄を、体験しましたから、大声で言いたいそうです。大声で、本当に地獄がある、本当に地獄がある。ぜひ皆さん、その永遠のパラダイス、天国に行こうではないでしょうか。天国に行きましょう。天国はですね、全く地獄の反対で、キリさん、僕も腰痛で地獄の声を聞いたことあります。恐ろしかったです。天国ではですね、もう本当に心地よい世界、明るい世界、楽しい世界、永遠の命の世界、
永遠の命の世界になります。多くの人はですね、なぜ愛の神様が、愛の神様が永遠の地獄みたいなのをね、どうして作るんだろうか。なぜ人間が永遠の地獄に行かなければならないのか。愛の神様がなぜそんなことをするんだろうかという、その疑問があるわけです。その地獄への23分。地獄への23分という動画があります。天国は暖かい、温泉に入ったような気分。で、その人、なんていう人だったかな。その地獄への23分の、人はですね、こう言いました。地獄というのは人間のために作ったんじゃない。地獄というのはですね、悪魔と悪霊のために作った。悪魔と悪霊のために作ったんです。人間のために作ったのではないんですが、しかし人間が悪魔に聞き従って、悪魔の言うことを聞くから、人間も地獄に落ちるんであって、神様は人間が地獄に落ちてほしくないから、人間が地獄に落ちてほしくないから、イエス様が十字架にかかって死んでくれたんです。十字架の目的は、人々が地獄に落ちてほしくない。地獄から救いたいから。地獄から救いたいから、イエス様は十字架にかかって死んでくれたんです。ぜひ皆さん、ですから、十字架というのは、地獄に落ちてほしくない。皆さんが地獄に落ちてほしくない。罪を持ったままでは、罪が許されなければ、地獄に行ってしまう。ぜひ皆さん、自分の罪に気づいてください。自分の罪のゆえに、地獄に行ってしまうんです。もし皆さんが今日交通事故で死ぬならば地獄に行っちゃうんですよ。もし今日、交通事故で死んでしまったら皆さんは地獄に行ってしまうんです。ですから生きてる時に悔い改めて、生きてる時にイエス様を信じてほしいんです。そうすればですね、天国に行くことができるんです。ぜひ皆さん、天国と地獄は本当なんです。天国と地獄は本当です。ぜひ皆さん、本当に大事なこと、本当に大事なこと、それは私たちの将来です。私たちの将来が本当に大事なんです。その私たちが永遠にどこに行くのか、永遠にどこに行くのか、それが一番大事なことじゃないですか。この世のことはそんな大事じゃないじゃないですか。この世のことは過ぎ去るんです。この世のことは大した問題じゃないんです。私たちが将来どこに行くのか、死んだ後どこに行くのか、それがとても大事なんです。そして自分だけではないんです。自分の家族も、ね、自分の家族も地獄行っちゃうんですよ、皆さん。皆さん、自分の家族が地獄に行っていいんですか？自分の家族は地獄に行っていいんですか？行ってほしくないでしょ。菊池さん、この世に何も残せません。僕は天国に宝を蓄えています。皆さん、家族を愛してるでしょ。高橋さん、おはようございます。高橋さん、おはようございます。皆さんの家族、皆さんの家族が本当に地獄に行くんですよ。地獄に行くので、ですから皆さん、家族が天国に行ってほしいと思うべきです。
天国に行ってほしい。そのためにも皆さん自身が救われて家族のために祈るとか、家族に伝道するとか、そういうことをしなければ、家族は地獄行っちゃうんです。家族は地獄行っちゃうんです。ですからぜひ皆さん、本当に、大事なことは、ね、この世のことではありません。お金のことではありません。本当に大事なことは、死んだ後どこに行くのか、死んだ後どこに行くのかということが、とても大事なんです。はい、それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、人間はイエス様を信じなければ地獄に行く。イエス様を信じなければ暗黒に落ち込むということが分かった証。イエス様を信じて、罪が許されるならば、天国に行けることが分かった証。スタート。この放送で今朝も気分が爽快です。日本社会は地獄だと思う。暑いけど、イエス様のおかげで涼しいです。日本はもっともっと過ごしやすくするために伝道が必要だと分かった。菊池さん。疑わない。人間はおかしいよ。コルトン君みたいに天国に行きたいです。節子さん。コルトン君みたいに天国に行きたいです。イエス様の再臨でこの世は終わると思う。クリスチャンはみんな天国に行けますか？まあ、ちゃんとした信仰なら行けるわけですね。伝道することで自分が成長できると分かった。菊池さん、アメン。キューちゃん、僕はリバイバルが今年起こると思います。菊池さん、アメン。
私はカトリックですが、地獄に落ちますか？カリスマをお勧めしますね。カリスマをお勧めします。ボーンアゲンが必要ですね。精霊によってですね、生まれ変わる必要があります。精霊を受ける必要があります。クリスチャンでも精霊を受けてないクリスチャンがいるんですね。精霊を受けてないクリスチャンは、天国に行けないということです。精霊を受ける、精霊に導かれる信仰、精霊に燃える信仰が必要です。カリスマは油注ぎが与えられますよね。菊池さん、アメン。アメン。信仰を始めたら歯ぎしりが治りました。信仰を始めたら歯ぎしりが治りました。カリスマのいいところは一体全体どこですか？精霊様を受ける、油注ぎを受けるということでしょうか。僕も信仰でいびきをかかなくなりました。僕も信仰でいびきをかかなくなりました。人を呪いたいんですが、どうすればいいですか？呪ってはいけないと書いてありますね。祝福しなさいとあります。信仰するならカリス様に決めた。アメン。アメン。カリスマの良いところは、聖霊様の祝福をいっぱい与えられるところでしょうか。キュウちゃん、なぜ多くの人は仏教、神社を信じるんでしょうか。騙されてるんですね。悪魔に騙されています。悪魔に騙されています。それでは行きましょうか。多くの人は騙されていますね。日本人は無宗教に騙される。ちょっとごめんなさい。ちょっと見えなかった。すみません。ちょっとYouTube がおかしくなりましたかね。あ、これ大丈夫かね。はい。日本人は、無宗教に騙され、新興宗教に騙され、仏教に騙され、神道に騙されています。サタンはですね、サタンは何とか人々が救われないように、人々が地獄に行くようにですね、嘘を言ってですね、イエス様を信じないようにさせます。サタンは、巧妙ですね。これどうもおかしいですね。ちょっと待ってくださいね。サタンは巧妙に、サタンは巧妙に
嘘を言って、イエス様を信じないように、イエス様を信じないようにさせます。いろんな嘘が蔓延しています。いろんな嘘が蔓延して、多くの人がですね、嘘に騙されていますね。嘘に騙されて、イエス様を疑ってしまっています。ですから、私たちは伝道して、ね、イエス様を信じましょう、ね、イエス様を信じましょうと言う必要があります。おはようございます。ハレリア、放送してますよ。放送してます。放送してます。お元気ですか？これ、どういう機械なのかな？パソコンと違うのかな？パソコンです、これ。パソコンなんだ。はい、パソコン。小さいパソコン。小さいパソコンなんだ、はい、今日も暑くなりそうだよ。今日はね、地獄の話をしたんですよ。地獄、イエス様を信じないとね、地獄に落ちちゃうのね。地獄に落ちちゃう。ドーンとね。だから、一時にやってみよう、これ。はい、これ、ジーザス・レインズという。はい。小野さんはね、動物がたくさん死んでいくのを見たでしょ？うん。あ、電話です。なんだな。中間かな？中間かもしれない。はい、同じですけど。はい、おはようございます。はい、わかりますよ。はい。中間ですか？友達。あ、そうです。動物がね、みんな死んでいくのを見たと思うんですが、うん、もう死っていうのは本当に深刻で、もう残酷でしょ、うん、そう。で、人間も死んだらですね、本当にね、地獄行っちゃうんですよ。ああ、そうだ。だから地獄に行かない方法はただ一つね、うん、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じるんです、うん、イエス様を信じると地獄落ちないんですよ、うん、極楽行くのか、死んでもそう天国行くんです。エンマさんに行ったら来られない。エンマさんにね、地獄に行かなくて済むようになるんです。それはね、うん、十字架のおかげなんです。あ、十字架な。十字架によってね、うん、身代わりになるんだ。罪をね、うん、追ってくれたので、小野さんがですね、本当に、うん、イエス様、私の罪、今までね、うん、自分勝手に生きてきました。ごめんなさい。いや、もうね、死んだらね、だって、待って、この世とあの世と連絡をついた人いないんだからね、あの世だ、大体ないんだよ、で、な、地獄。あ、行ってきた人いるんです。天国地獄行ってきた人、たくさんいるんです。いるの？いるんです、いるんです。で、最近ね、お探しはもうだって、もう今度人とこっちの、今の、もう死んでるけどね、今の人とあの、向こうの人と、連絡できて、話できて、誰もいないじゃん、なんで。その最近臨死体験って言いましてね、うん、蘇生術ができてるでしょう、うん、で一度死んだ心臓停止した人がまた蘇生することがあるんですよ、うん、最近は、うん、そういう人たちが死後ね、うん、どうなったかっていうことを、うん、言うんですよ、うん、でそれ共通点がありましてね、うん、その自分が体から出て、うん、天井から自分を見てるような経験をみんなするんですよ、うん、
うん、死後の世界があるんです、うん、で死後ね、みんな地獄に行くか天国に行くかなんですよ、うん、ですから、まあ、どっちかだな、はい、ですからぜひ小野さん、イエス様を信じて天国行きましょう、ね、よろしく、はい、それじゃあ失礼します。あの方はですね、まあ、獣医なので、まあ、動物の死というものをですね、たくさん見てきたと思うんです。ですから普通の人よりもですね、まあ、命とか死というものに、いろんな思いがあると思います。本当に皆さん、天国と地獄があるんです。本当に天国と地獄があります。ぜひ皆さん、皆さんも、真っ暗な暗黒の、もう本当にもう真っ暗なですね、もう地上の暗さとはもう比較ならないほどの暗い世界に落ちてしまうんです。そして天国というのは、もうこの世の明るさに比べられないほど明るい世界なんです。皆さん、そのように光と闇の世界があるんですね。光と闇の世界があります。ですから皆さんがその天国と地獄を予感してほしいのです。天国と地獄を予感するのです。この世はですね、天国と地獄をですね、教えるためにいろんな天国っぽいものと地獄っぽいものを神様は見せています。多くの人は多くれ少なかれ天国と地獄をですね、学んでいるんです。たくやさん、おはようございます。たくやさん、おはようございます。ぜひ皆さん、天国と地獄というものを意識してください。意識してください。本当に大事なのはこの地上のことではなく本当に死んだ後、ね、どうなるかということが大事だということです。そうですね。災害は地獄を荒らしますね。災害は地獄を荒らします。今日の放送を見て、そういえば何か、家族は死んだ時に何か、天国と地獄を感じた。自分のペットが死んだ時、天国と地獄を感じた。友達が死んだとき、親戚が死んだとき、天国と地獄を感じた。天国と地獄がありそうだ。自分の罪を許してもらって、イエス様を信じて、天国に行きたい。地獄に行きたくない。そう思う方はアメンと言ってください。アメン。イエス・キリストを信じて天国に行きたい。そう思う方はアメンと言ってください。アメン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 。天の父様、本当にあなたは私たちを地獄から救うために十字架にかかって死んでくださいました。どうぞ今アメンと言った方々が罪が許されて救われますように。イエス様、どうぞ一人でも多くの人が救われますように。そして天国で永遠の命を喜び合うことができますよ。どうぞイエス様、憐れんでください。リスナーの人たちが地獄に行かないように、助けてください。多くの日本人が今地獄に向かっています。ぜひイエス様、一人でも救ってください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。
木曜の夜から、ね、木曜の夜からチャンネルでやりますね。チャンネルでやりますので、金土のお祭り対抗配信のチャンネルでやります。それじゃあ皆さん、また夜お会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。